こんにちは。はい、さあ豊さん、はい、まあ、阪神ノイジー選手が1回交流戦で、まあ、外れました、はい、その時にスタメンに起用されたのが前川右京選手ですけれども、うん、今好調ですね。好調、うん、なんか成績を残してる。実力だよお前、何が好調だよお前なんかたまたま打ってるみたいな言い方するんじゃありませんよなんか阪神の彼の実力だから。これはいやいや、まだいい時もあると思うよ。はい、やっぱりね、まず顔つきがいいな。うん、うん、武士のような顔してるね。武士のような、うん、体型が日本人、ザ日本人ジャパニーズみたいな。だからザ武士ですよね。武士、足短いしな、うん、それも言わなくていい。いやいや、その分腰が座ってるっていうことだ。プラスなんですね。ふな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 、なんかゴムが伸びきったような感じで構えてないって。はい、だから隙がないんだよ、うん、構えを見て。はい、やっぱピッチャーの人に聞くと、うん、こうやって構えて投げようとした時に、なんだこいつって隙だらけっていう見える人がいるんだよやっぱり、うん、そういうのを感じながら投げる人が、はい、前側ないよ、スターッと構えて、うん、いいね。2年目だろう。そうなんです、2年目のスラッガーですけれども。いやもうね、前世もう何回も人間を繰り返してる人だよ。ちょっと待って待って待って、なんか床を積んでるんですか。いやあのね、いろんな勉強すると、はい、理念転生っていうのを信用する、うんうん、あると思います。あると思うでしょ、はい、でね、俺なんかね、多分ね、うん、人間初めてなんだよ。あ、今回が、うん、はい、だからね、いろんな失敗を繰り返すんだよバカバカなんだよ、はい、でも前側の、はい、あの顔つきとかあの座りを見て、あれが19歳20歳だとしたら、はい、もうね、何回もね、人間をね、繰り返してる。どんだけ得積んでるんですか。いや、だからもう得を積み上げてるから、はい、もう少々のことはビクともしない、多分。まあ、直近で言うと、日曜日の日本ハム戦、はい、渡辺亮選手がスリーベース打った後の前川右京選手のタイムリーっていうのもありましたけれども、反対だよ。あ、そう前側がスリーベース打って、ナベリオがセンター前に打ったそうだそうだ。いやあのね、やっぱボールを捉える力、はい、もうさることながら、あのやっぱりスイングスピードだな、うん、あれはなかなか特質なものがある。まず魅力の一つがまずそこなんです。そこ、それとやっぱね、体が開かない、うん、おそらくはもっと上に行ったらデッドボールが増える。あ、際どいとこ、際どい。いやもう逃げない、このままドーンと当たっていくよ。いやそのぐらいの肝の座りを感じるし、はい、いいね、うん、魅力の一つはまずはスイングスピードが速い。まあ速いで、そのドーンと構えて、いやまずはね、やっぱこうボールを捉える間がすごいんだよ。間ってあるわけ、必ずしてもこうやって叩かないでしょ、はい、狙って叩くでしょ、はい、この間がすごいんだよ、狙ってる間が、うん、ここの間ができるかできないかによってはすごく大きいんだよ、はい、まずそれを持ってるということ、うん、それと捉える力、うん、いいね。その捉える力っていうのは、いやだから間がないと捉えられないし、はい、その間からどういうふうにバットの軌道が出てきて反応していくか、うん、このインサイドのあのスリーベース打った時の反応なんてめちゃくちゃ早いよね、はい、スパーンと刀がもう抜いて、もういつの間にかさえに収まってるみたいな、うん、え、俺は切られたのか。ああ、そうですね、そうそうそうです、そんな感じだよ、はい、いやそのぐらいのなんか武士を感じるというか、うん、すごいいやいやすごいよ。いやだから前側が出ることによって、知らねえぞ森下って、はい、お前チャンスもらってんのにもたもたしてたらお前いらなくなっちゃうよって、すぐ。あ、そうですよね。いや本当だよ、残してるから本当に、うん、それはノイジーの席を開けて森下持っていくかも分からないけど、ドラフト1位だから、うん、それは前が合う今日いいですよ、うん、俺はもう、うん、俺はね近い将来というか首位打者と思う、はい、首位打者、あのね、広島の前田に通じるものがある、殺気を感じる。あ、前田さんですか、うん、前田智則さんですか、うん、うん、いやだから街中暗い道であったとしたら、お主何者って俺は多分言うと思う。いやいや本当に、本当に、いやそのぐらいの迫力があるって、目つきが違う。そうなんだ、ね、スライディングが下手それはなんか可愛さだけどね、シューンって言っちゃうんですかね。いやいや、なんか距離感も分かってないのか知らないけど、エスコンで膝を思いっきりぶつけてたけどな大丈夫ですか大丈夫なのか分かんないけど、
いやだけどその久々にいい左が出てきたなっていう感じがする。阪神あのね秋広とかはすごくスマートなんだよ、うん、あ巨人の秋広選手。そうそうそう、はい、だ現代のなんだっけあのこれが光るやつダースベイダーみたいな。ああそう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 、はいはいはい、あの中にのそのあの中に出てくるのが秋広なんだよ。はい、でも宮本武蔵を読んでると、うん、多分前側が出てくる。お主なるもの綺麗そんな感じがする。だおそらくあの子は箸で灰が取れる、はい、え本当ですか。いやそのぐらいの感性を持ってるっていう。はあ、うん、お主なりも好きですね。お主なりも気に入りましたね。いや気に入ってない。まあちょっとこの動画のテーマにしようかな。あそうですね、多分サムネイルもお主なりも出るでしょうね。へえ、いやいや本当にだから技術的なものとかこれから身についていくけども今の殺気でやってると、うん、なかなか勝負はできないよ。弱点ないんですか。いや弱点ある。ある。そりゃ人間だもあるよ、はい、あるけどもその弱点をまだ見つけられないよあの子には。へえ、そんなすごい相手が、うん、いや俺はすごいと思う。今後いつかもちろんスランプとか、まあ、打てなくなるとかありますよね。いやそりゃ人間だからな疲れとかあるだろうけども、うんうん、精神的にはやっぱ強いな。へこたれてないな、うん、それは DH で使われて最初ヒットが出なくて、はい、プロは初ヒットが出て、うん、そっからだもんな。そうですね、どん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 行ってますもんね。いやいや、だから楽しみだよ、はあ、それはまだまだね、体力的にも精神的にも子供の部分はあるかもわからないけども、これがやっぱこう、いい育ち方して大人になったとしたらそれはもう、女の子もいらっしゃいますこうなる。いや殺気を感じるぐらいの、私が横に行っていいのかしらみたいな、そのぐらいの殺気を持ってほしいな。あ今あるよ、うん、雰囲気的にはあるよ、はい、でもそのぐらいの殺気を持ってほしい。将来的には何番なんですか豊さん的に。いやそりゃ4番は打てるよな。おお、そりゃ間違いなく4番なんですね。 WBC にも選ばれる。あじゃあ次ぐらいの選手になる。 WBC に選ばれてもおかしい。その時にはぜひちょんまげをこう言っていってほしい。言わない何ヘルメット取ったらちょんまげってちょっとそうお笑いになっちゃうから、ね、それはやめてほしいんだけど、はい、まあだけどそのぐらいの殺気も感じるし、リアル侍みたいな感じですよね。そうそうそう、うん、ただそこにね負けないでいってほしいのが、まあ、森下選手であったりとか。そうだ森下も頑張るよお前。あと井上選手ももちろんいますし、うん、まあ、前側が殺気だとしたら、うん、森下はスマイリーだからね。スマイルですか。スマイル。にこやかな感じですか。ニコニコス、ニコニコ森下君と、はい、さっきの前側みたいな、このダブルコンビみたいな。でも前側右京って名前自体がもうなんかちょっと侍っぽいですもんね。なんか知らないけどそう感じてきました。侍侍言われると、いや、うん、俺は侍の匂いがする。俺は人間初めてだけどね、多分初めてだけど、前世なんだったでしょ。彼は前世は侍だったと。まあ、ずっと侍侍で来てたのか。もう純粋の日本古来の侍から卑弥呼時代、はい、からの輪廻転生してるから。天理輪生ですか。輪廻転生、輪廻転生、転生輪廻、なんかそんな感じですね。まあ、そんな感じだよね。卑弥呼はもう武士ではないですけど、邪馬台国、邪馬台国から、うん、多分来てる。邪馬台国の時何だったの。いやその武士を経て、ああ邪馬台国から武士を経て、まあ、おそらく関ヶ原も経験してる。すごいですね。室町もじゃ経験してる。でね、江戸も多分経験してる。江戸と、はい、あの明治維新。おお。だから2回残党、ね、うん、侍をこう払拭するみたいな。でも一つその時の多分侍だよ。なんか話がなんかおかしいと。なんかそのぐらいの殺気を感じ。いいなあの子は。いいですか。ちょっと。バッティングのことで話してみたいよね。ああ、じゃあオフのタイミングでちょっとオファー出してみましょう。多分バットは何だって言ったら、いやバットは刀です。うー